新潟県の信濃川で活躍する屋形船、万代丸屋形船とは、和船の一種で、主に船上で宴会や食事をして楽しむ屋根と座敷が備えられた船のこと。老船とも言う。平安時代からその原型はあり、貴族の遊びなどに使用されていた。河川整備が進んだ江戸時代に栄え、大名や豪商などに花見や月見、花火などの遊びに愛用された。特に、 江戸、隅田川の屋形船は、金銀漆の装飾で、飾り豪華であった。遠方年間までが前世紀で、天那2年の大船建造の金により、衰退し始めたという。明治維新の後も引き続き親しまれたが、第二次世界大戦での敗戦後に、文化の移り変わりや、河川の水質オタクなどで勢いを失っていった。昭和時代末期のバブル景気や、水質の改善や、 河川での観光などに屋形船を利用するなど、見直されつつある。東京湾などでは、船宿が運航する屋形船が現役であり、法日外国人も受け入れている。江戸深川を舞台にした、テレビ時代劇、破れ奉行では、主人公の早見右近と向井正言との情報交換の場としてよく使われる。また、その他の時代劇にも、 悪役の武士と悪徳商人の密談の場などとして、しばしば登場する。屋形船東京都共同組合によると、東京都環境局との取り組みによって、死業回収用のタンクを船に取り付け、バキュームカーや死業回収施設等で回収を行っている。ありがとうございます。